げちゃん。さあ、やってまいりました。ハゲちゃんです。ハゲちゃん。はい。いや、ハゲちゃん、そういう、あんまりそういう、バックミュージックとかいらないから、ハゲちゃん始まりました。ね、いろいろと、まあ、話してきましたけど、今日は何を話しましょう？今日は、ちょっと社会人野球をやってた時の時代の話、ちょっと気になるなと思って、教えてくれますか？気になるかな、見てる人も。気になるんです、それが。まあ、社会人時代の話しましょうか、今日、ほなら。お願いします。はい。社会人時代なんですけど、僕は三菱重工神戸っていう、重工、その当時は船を作ってたんですよね。船を、まあ自分が作ってたわけではないですけど、そこの三菱重工神戸っていうのが6000人ぐらいいて、6000人ぐらいで、多いな。6000人多いんですよ。6000人いて、信号がもう所々にあるんですよね。でなので、信号があるので車とか自転車でしかみんな結構移動してないんですよ、会社の中を。そういうぐらいの敷地があって、軍隊みたいですね、それ。軍隊だね軍隊の人に怒られるかもわからないけどね、そんな軍隊って言ったら。まああれだけど、本当にまあ全然歩いてでは行けない距離ばっかりの、そんな感じのところでしたね、僕のところ。で、朝、まあ社会人内の話をすると、朝6時に起きて、ずっと電車で行ってきながら、電車で行くんですけど1時間ぐらいかかるんですよね、三菱重工神戸まで。で、僕の、その住んでた寮のところが二見工場って言って、明石にあるんですけど、そこの明石で練習をしてたので、会社までは1時間神戸まで行って、また神戸で、昼まで仕事をして、昼から練習なので、そこからまた神戸から明石に帰ってきて練習をするっていう、こう毎日やったんですけど、それがずっと1日のサイクルですか？そうです、そうです。でも試合の時は全然、仕事に行かず試合は行くという。で、練習日の時だけはそういう風な流れになってました。だから朝、僕らはすることないっていうか、会社に対してすることがなかったので、ずっと朝一で6時の始発に乗って、誰よりも早く行って、残業の人とかのゴミを僕らが回収して、なんか片付けるのが毎日の日課だったんですよね。はい。一番でも苦しかったのは、夏の暑い日に満員電車ですごくもう大変なことを、僕はもう肩シャツ2個持っていたんでもう大変だったっていうのをちょっと覚えてますね。多分このね、ハゲちゃんを見ているサラリーマンの皆様も、やっぱりこう汗をかいてどうしようかなっていう人はいっぱいいると思うんですけど、僕は本当そういう毎日を送ってました。多分一緒の思いしてました。はい。何時から何時それをやってたんですか、一日？だから仕事は、だから6時の出発して、8時半に会社が始まって、朝礼おはようございます、三菱重工なんでご安全にっていうので始まるんですけど、ご安全に、はい、ご安全にっていうそのルール、なんか確認みたいな、おはようっていう挨拶なんですけど、それで、まあ、昼まで、12時まで、仕事をして、1時間の昼ご飯を食べて、そこからバスで明石に行ってたという。で、オフシーズンは練習がない時はもう5時半までびっしり、5時40分かな、びっしりやってたという仕事をやってたという、はい、そんな感じで、試合の時はと当たり前のようにないんですけどやってましたね。じゃあその1日がその5時半とかまで終わった後は何して過ごしたんですか？だからその…ないとかご飯食べたりとか、ね、いやだからシーズンオフだけですよ、5時半まで働いたの。まあとりあえずだから終わったら何してるんですか？いやだから僕練習じゃないですか。いや練習だって8時とか9時までしてるから別に遊ぶ暇がないんで、次だって、ま、朝6時に出ていくから寝るだけしかないじゃないですか。そうですね、だからすごいクタクタだし、もう帰ったらそれでもう9時とか10時でご飯食べて寝るだけなんで、朝また5時ぐらいに起きなあかんので。でも本当に今さっき言った5時までで終わったらそれはご飯を食べに行ったりはできる時間もあるけど、まあでも野球をしてる時はちょっとオフシーズンにならないと、まあまあきつい方ね、始発で行かなあかんって言ったんですけど、でも有給とかちょっとたまに取れてたから、それをでもしんどい時は有給とか取ってたけど、まあまあしんどかったね。オフシーズンは何して過ごされてたんですか？オフシーズンも野球ばっかりですね。ずっと野球？うん、まあでも、そうだね、オフシーズン、まあその時からゴルフをちょっとやりだしたんかな。俺ゴルフ好きだけど何ヤードぐらい飛ぶんですか？何ヤードその時ですか？はい。その時僕スライスって言ってこういう球しか打てなかったんで、はい、本当に2ホール左のところから見て真ん中に来るぐらいのボールを打てたんでヤードとかっていう問題じゃなかったですねまあ190か20、200ヤードぐらいしか飛んでなかったんじゃない？あっちのコースおはようございますって言ってこっちにこんにちはって帰ってくるぐらいだからで、まあそういうゴルフしてたんでそこからでもゴルフ始めたんですよ。18歳、18歳ぐらいからゴルフ始めたんで。じゃあ現在も続けられてるってことでいいですか？もう現代はもうゴルフしか好きなもんないです皆様ゴルフ、僕どっか入れたら声かけてください。声かけてくださいね。はい。
ゴルフ大好きなんでよろしくお願いします。じゃあさっきと一緒にゴルフしますか。あ、よろしくお願いします。あ、お願いします。はい、いくつぐらいで回るんですか。私はちょっと言えないですね。120台ぐらい。あ、そだったら回れないです、すみません。220は回れないですね。回ってください。ちょっと練習しましょうね。はい。ちなみにその、はい、まあ、ゴルフの話はまたちょっと後で聞きたいんですけど、はい、個人的に、はい、社会人野球の社会人時代の時のお給料とかって差し支えなければ教えていただけますか。うん、全然大丈夫ですけど、9万円ぐらいだったですね、手取りで。はい、手取りで9万円。で、本当にこれね、こういう番組だから喋れるっていうのもあるんですけど、まあね、僕のこのハゲちゃんを見ている人だけなんですけど、僕パチンコ好きだったんですよね、昔。ギャンブラーですね。今は全然知らない、まあ、パチンコするからギャンブラーではないんですけど、パチンコ本当にしてたんですけど、僕お金がなかったので、ハチマキしていったんですよね、僕。本当にこれマジな。パチンコ屋にハチマキ、はい、必勝っていう。受験生かよ。受験生、本当これマジな話で。で、本当にお金が本当になかったので、本当勝ちたい一心でもこうや、まあ、負けるじゃないですか。で、負けて、まあ、あと何百円か残ってるじゃないですか。で、負けて帰るじゃないですか。帰るパチンコのちょっと歩いたところに店があって、おはぎの販売があるんですよね。おはぎの販売って知ってますか。おはぎって、美味しそう。おはぎじゃないですよ、おはぎですよ。で、おはぎの販売があるときに、そこを通りかかってから寮に帰らなあかんかったんですけど、それの80円のおはぎを買うか買わないかっていう迷ってた時代です。社会人時代は、はい、それぐらいお金に困ってました。じゃあそれパチンコしなきゃ。ないでしょう、そんなの。おはぎにその80円なんかどちらこちらとかないでしょう。ないですね。そんないい化粧していいな、なんかこうキラキラつけて、それも80円以上するでしょう、絶対に。だけど本当は僕はその本当にそれを、あ、今日はやめとこうみたいな感じの毎日送ってました。でも楽しいのは、この給料も9万円だったんですけど、何が良かったというと、このやっぱり少ないこの給料で安いところに食べに行ったり、みんなでワーワー言うのがすごく楽しかったです、この時代は。本当にこれはもう僕にとってかけがえのない時間でしたね、この時間っていうのは。メモリーズですね。え、横文字？横文字。大丈夫？横文字。で、まあそういう時間を過ごしたんですけど、まあまあ、そのやっぱり9万円っていうのが、やっぱりプロ野球に入って、なんかお金の、ありがたみがすごく分かったっていうのはありますね。うん、真面目な話になっちゃったけど。お金は大事。まあまあ、じゃあ、じゃあ社会人時代でいろいろその給料の面とかでもいろいろ苦労したこともたくさんあると思うんですけど、はい、主にその野球の練習とかその仕事で苦労したこととか何かありますか。野球でですか、仕事ですか。まあどっちも教えていただけたら。ないですね。はい、ない。うん、ないですね。野球はまず好きだったんで、別に食っていうことはまずなかったですし、寮でも朝ごはん晩ご飯も全部出てましたんで、別にどうこうっていうわけでもないし、まあ9万円っていうのが、僕は社会人入った時に9万円だったんで、それの9万円がもうなんていうの、ベースだと思ってたから、他の人がいくらもらってるとかあんまり別に知りたくもなかったしっていうので、そうですね、別に何もなかったかな。逆に寮のご飯って美味しかったんですか。美味しかったですよ。全然美味しかったですよ。ちゃんとそれは野球の人のための栄養バランスが考えられて、考えてやってくれ、はい、やってましたね。あ、そうなんですね。はい、まあでも僕はもういろんな人に可愛がられてと思ってるんですけども、いつも誘われてたので、オフシーズンだったらご飯、神戸牛だ、しゃぶしゃぶだ、寿司だってよく太りそう。いや、よくやっぱり誘われてたので、本当に今感謝したいなと思うし、そんな人になんかこう、昔なんかバブルだったんでタクシーチケットとか、今度言っちゃっていいんかな、分かんないけど、いっぱいもらってたんで、結構いい通勤させてもらってましたね。良、はい、かったですね、はい、羨ましいです。ちょっとそういう生活送ってみたいですね、少し。送ってるじゃないですか。いや、違います、ちょっとだからね。いや、なんで否定してないんですか、そこ。否定してください、そこ。いや、でも本当になんかこう、いい時代だったなっていうのもあるし、野球ではでもそういう挫折っていうか、その諦めようって思ったこともないし、その上はそれでいい時間だったなっていうのは社会人の時はね、思いましたね。まあでもこの時に、社会人の時に僕3年目でジャパン入るんで、それ全日本入るんですよ。全日本入ってアジア大会に行くんで、この時はちょっとちょっとじゃない、自慢ですけどね、これはね、ちょっと自慢に入りますけど、この時にもこう、ちょっとやっぱりね、小田康平っていうのがやっぱりちょっと世に知れるっていう、まあ社会人入る前からも知られてましたけど、まあこれもちょっと自慢ですけどね。え、じゃあその、
はい、社会人に入る前から知られてたって言ってたじゃないですか、はい、今で高校終わった後大学じゃないですか、はい、大学からの推薦とか多かってなかったんですか。いいこと聞くね。あのね、高校から行く時に僕立命館決まってたんですよ。立命館大学、うん、行くっていうのは決まってたんですけど、社会人っていうのを高校の時に社会人の野球を見て、こんな野球って、あの野球しながらお金をもらえるってプロじゃんみたいな感じに自分が、あのやって方向転換してくださいって先生に言って方向転換してもらったんです。で、方向転換してもらってバーって社会人から来たんですけど、誘いが来たんですけど、一番行きたかった、一番最初に声かけてくれた三菱重工神戸に行くことになったんですよね、僕は。はい、そうだったんですね。はい、いろんな人生送ってきましたね。はいはい、はい、あのすいません、あのあなたの倍以上は生きてますけど今からですね。ああ、ですって、まだ生まれてなかったですもんね。全然生まれてないですね。まだお腹にもいなかったですね。はい、高校時代の話をまたちょっと次回お聞きしたいな。そうですね、ここら、はい、今日社会人の話しましたけど、結構これ僕講演とかするんですけどね、講演とかみんなするんですけど、逆パターンでちょっと面白いかな。ゴールから聞いてるから、スタートから僕話していくんですけど、あのゴールとりあえずね、中日、巨人、社会人みたいなの来てるじゃないですか。なんかこう上からゴールからスタートに行くので自分もなんかこう振り返る、うん、振り返る、違った感じの喋り口調になっちゃうので、まあほなら次はね、まあ次回、はい、高校の時のね、高校時代の時のねことを話したいなと思うし、子供に戻っていただいて、はい、どんな人だったんですか、子供。あ、私ですか、やんちゃですね。やんちゃって先生のこと泣かしたりしてたんで。ダメじゃないですか謝ってください、このごめんなさい、はい、ちゃんと謝ってくださいごめんねなんで手を貸すの、吉川先生ごめんね。いや、手なく振らなくていいですよ、謝るんで吉川先生すいませんでした。そうですね、朝からこうやるんですけど、僕は資材管理課っていうところに勤めてたんですけど、資材管理課っていうのは別に管理するとかそういうあるじゃないんですけど、まあ、自分のデスクがちゃんと一つずつあってやるんですけど、僕はその次に材料購買っていうところにいて、ネゴって言って値段を決めることをしてたんですけど、これまた本当に仕事してたんですよ。仕事はしてたんですけど、とりあえず僕なんかこうあっち来いこっち来いって結構言われるんで、黒板によく書くじゃないですか、行き先となんか時間どこまでみたいな感じ。僕いつも校内パトロールって書いてたんですよ校内パトロールもうこれね、誰に聞いても、僕が行ってた時のみんなに聞いても、小田は絶対校内パトロールって書いてた、校内パトロールって書いてて、18歳の19歳のペイペイが校内パトロールって書いて、で電話番号ちゃんと書いて、でずっと回ってた。ほんで電話するかかってきて、はい、帰ってきなさいみたいな感じでよく言われてたんですよね。だからもうみんなお茶出してくれるんで、ところどころの部署がもうお腹チャポンチャポンで書いてましたね自分のとこにゴールするとこには。それはちゃんと仕事として見なってる。それはもう小田公平ですからね。サボってたってことですか。いやいや、もうサボってたっていうか、もうその回ることが僕は仕事ですから、まあ、今でもそうですけど、顔を見せるのが仕事ですから、もうこうやってハゲちゃんっていうの顔を見せるのが僕の仕事ですから。いいように丸め込みました。いや、まるでもう本当それが仕事ですから僕が出てなかったらハゲちゃんが成り立たないですよ。私がいても成り立ちますよ。ハゲじゃないじゃないですか。ハゲちゃんじゃないじゃないですか成り立たないじゃないですか。ハゲハゲにしてきますか次でしょ、そうなるでしょ。だから僕は その社会人時代からそういうことをちょっとやっぱり学んでたっていうか、やっぱりみんなにこう、僕はハゲですよって、やっぱその時センター分けだったんですけど。本当に髪の毛あったんですか。ありますよね。社会人時代に、知り合ったね、このプロ野球選手になった人とか結構いてね、一番はね、僕日本選手権優勝したんですよ。日本選手権もうあれよあれよと勝って優勝したんですけど、その間に戦ってきたのが、まず坪井さん、東芝にいた、阪神にいた、首位打者だった坪井さんがいて、一番最後に、まあいろんな人いるんですけど、一番最後に決勝でピッチャーで投げてて、まあうちが勝ったんですけど、エースで投げてたのが金城、知ってるかなみんな。さっきわかんない。金城って横浜で、金城って今ジャイアンツの3軍か2軍のコーチしてるんですけど、金城が掘ってきて、隅金で掘ってきて、決勝僕らが当たって打って、147キロとか8キロとかめちゃめちゃ出してたんですよ。めっちゃ速い。でそれでにもかかわらずドラフトかかったんですけど、その年に僕と一緒にかかった、次の年かなかかったんですけど、野手でかかったんです。で首位打者は後に取るんです、ピッチャーなのに、っていうこう出会いがありましたね。小田さんは何番バッターだったんですか。僕8番とか7番です。いい数字ですね。打球成
る。はい、そうですね。あと、はい、末広がりが8。そうですね。ありがとうございます。そんな感じいいですか？ありがとうございます。はい。でもまあ、それでやってたんで、僕は、他でも全日本の時やったら、例えば大学だったんですけど、大学と混合だったんで、あの上原投手とか、仁岡選手とか、あと誰がおったっけな、っていうのがいましたね。みんなこう、スーパースターですね。僕が1年目の時に高校から入った時の、ジャパン入った時の由伸さんが、大学4年生だったのかな、3年生だったのかな。その時の一緒の部屋になりましたね、僕、吉野さん。そっとから吉野さんと一緒のチームに入れたらいいなとかっていうのは言ってましたし、まあ社会人時代はそれぐらいかな。まあすごい方たちにいっぱい出会った場所でもあるんですね。そうですね、そうですね。でも後々聞いてきて、入る人がいれば同級生の人で、あそこのチームでやってたんだ、あそこの社会人でやってたんだっていうのはすごく多いね、僕にとっては。だから社会人野球っていうのはすごく僕は気になる存在だし、大学は行ってないんで、あの社会人野球っていうのはみんな知らないけど、なんかこう僕にとっては本当第二のふるさとなんです。はい、東京。うん、東京。そうですね、今日帽子、今日は何の、あれ、これもこれはちゃんと買ったやつですか？全部買ってるけど、あれ1個だけだった。それなんか俺もなんか貧乏人みたいに言われた。買ってるっつうの。あ、これ友達も持ってたのが似たよね。あ、本当ですか？うん、これがなんか可愛いから買っちゃいましたね、これね。これ可愛いでしょ、でも可愛いですね。まあ今日はこの帽子で来ました。はい、なんか帽子もキラキラだ、頭もキラキラですね、今日は。ありがとうございます。はい、はい、終わりましたけどね、予告じゃないですけど、まあ次はもう高校時代をちょっと話してみたいなと思ってます。まあ高校時代もいろいろありましたから、ちょっと話してみます。どういう高校生だったか、交互期待、交互期待。はい、まあ今日も、時間が来てしまったので悲しいですね。はい。3、2、1、やりました。炊飯器じゃあ。